さん、おはようございます。香港の日本語教師のまさみです。今ですね、東京で泊まっているホステルの近くの花園神社を通り抜けるのでビデオを撮っています。ここは結構ね、新宿ではすごく東京では本当に有名な神社で、こんな名前、花園神社と言います。私もそんなにいつも来るわけじゃないんですけど、例えばなんか、ね、この赤いすごく大きい鳥居があって有名なのと、あと年末とかに行われる、ね、鳥の市とか賑やかなのイベントがあったりとか、で今日は2月2日で2月3日で節分の日といって、節分は豆まきをする日です。授業でもね、よくね、紹介、毎年、ただ今日はちょっと授業休んで紹介する機会はないんですけど、普段は授業の時ね、何かお祭りとか日本のイベントがあると、あ、今日は何の日だよとか、来週は何の日だよとかって紹介するようにしてるんですけど、境内のこんな感じ、ちょっと朝だから風がすごい感じ、髪の毛もなんかなびいてます。でね、なんかね、多分なんだけど、これ外国の人が見る、多分なんか観光のなんかガイドか何かでなんか紹介されているのか。あ、ちょっと待ってください。すいません、カメラのレンズなんかちょっと触っちゃったみたいで、なんかクリームついてました。で、それでここ多分ね、外国人の人がね、よく観光に来てるんですよね。でね、なんと私の好きな梅の花が咲いてるので、ちょっとみんなに見せたい。これ季節の花です。だいたいね、2月から見えるかな、ほんのちょっと桜っぽく見えてたら、ね、違いはどっちから光入ってるの、こういう感じですかね、こんな感じ。うん、あと例えばね、このね、枝かな、木の枝、ブランチね、木の枝、すごいカラスがいっぱい。新宿、ここ歌舞伎町の近くで、ゴーモーゲイティンですか、歌舞伎町の近くなんだ、映んないね、カラス。歌舞伎町は夜の街でたくさんゴミも出るから、日本のね、習慣では店の外とかに朝ね、ゴミを出したりするので、そのね、ゴミをね、あさるっていう、こうハンティングで、ゴミをね、あさりにね、結構カラスがね、いっぱいいたりしますね。でね、このね、梅ね、何がね、違うかというとね、なんかね、このね、幹ってこうトランクね、幹と、それかこの枝のね、感じがちょっとね、独特なんです。こうちょっと上にキュッとこうまっすぐ上がるような、なんか見えるかな、ちょっとね、カメラのアングルで分かりにくいかも。でもね、こう枝がこう上にピッピッとこう元気よく上がってますよね。あれ、その感じがね、桜と梅では随分違います。あとね、お花がこの映ってるかな、ちゃんと。お花の感じもね、桜とね、違ってね、丸いお花ですね。こう丸い、一つ一つの花びら、こうペタをね、一つ一つの花びらがね、丸くなっています。ちょっとこの建物もこれぐらい近くから撮れるかな、はいですね。で、このね、神社の、なんか皆さん神社とかに来たらお守りとか買ったりしますよね。で、ここでね、結構有名なのはここにね、書いてあるんですけど、ここのね、上にこう、古いは無視していいですね。で、このこう熊の手って書いてありますよね。で、熊手はちょっと待ってください。ちょっとコーヒー置いてジェスチャーやってみましょう。ちょっと待って、危ない。これね、熊の手ってこう、手こうですよね。でね、で、これ大きい手で、熊の手すごく大きいから、大きい手でこうやって、こうなんかこう幸運、グッドラックね、ハオワンでね、違う、ホーワンで、ハオユンチーでね、こうやってね、こうラックをこうやってこう大きい手でかき集めるという意味があるんです。で、ラック、運だけじゃなくて、例えばお金とか
お客さんとか多分そういうものも全部集めるイメージがあります。だからあのここは、うん、なんかこうあの商売お商売とかやってるような人があの熊手をね買いに来たりすることで有名です。で熊手ねあの掃除の時にねなんかあのこう葉っぱとかこうフォールンリーブスね落ち葉とかを集める時などに使うようなもともとねそういう道具なんですけど、あの神社によってはなんかそれをね熊手ここだけじゃなくて実はね日本のね全国のねいろいろな神社で熊手をなんかこうあなんていう飾り飾りって言っていいデコレーションねあのそういうのをね売ってたりします。でみんなここに来て年末に来てであの鳥の市っていうんですけどでそこであのその熊手を買ってでお店とかに、ね、皆さんもし今度居酒屋とか行ったらあの見てみてください。もしかしたら壁にそういうなんかね、うん、なんかほうきみたいなんかブルームねでもブルームだけどなんか 手のような感じのスタイルのものですね。でそれがあったらああこれあのまさみが言ってたあの熊手のことかなってねと言ったりします、ね、なんか猫の人形だと招き猫ってこうなんかあこう招き猫とかいますけどでもあの招き猫もお客さんとかお金を呼ぶけどねここはあの熊手です。でもあの今日みたいに何もこれは多分なんか中にいろんな宝物が入ってるんじゃないでしょうか。オクラがあります。立派だよ。あのお祭りの日に来るともうここは入ることが小さい神社なので狭いからねあの人がね全部ね入ることができないくらいあのにぎわうんですけど、今日みたいに今日は、金曜日の朝なので結構早いし、私今日はなんか久しぶりの東京で嬉しいから張り切って早起きしてみました。今からどこ行こうかなちょっとまだ決めかねてて、決めかねる、わかる、かねるはちょっと難しい、決められない、行きたいところがいっぱいあって、うん、何がいいかな、もうなんとなくだけど、せっかくだから街をね、ぶらぶら、私、あんまり食べ物とかに執着って、すごい、こうそこが大好きみたいな、好きなんですけど、でも、うん、なんか食べ物より、もしかしたら街を散策する方が好きなので、いろんなところにね、あの歩きに行こうかなと。とりあえず駅まで行くので皆さんよかったらこのまま一緒に歩きましょうか。どっちから歩くの？こっちから、ね、今の位置はここ花園神社ですよね。新宿の、うん、東の端の方の、これは、これ何通り、ね、交差しているのは明治通りで、これは新宿5丁目の交差点、道の名前わからない。ここはあの大学生の時私よくあの自転車であの走ってますね。こんな道ここをねこっち側の反対側の方にまっすぐ行くとあの私の大学があって、なんで新宿に行ってたんだろう、飲み会とかだった。すごくこうあの飲むなんか飲み会の多い大学だった。今はどうかわからない。昔は先輩にいつも呼ばれて1週間に2回も3回も居酒屋に通う。今日も学校行ってないけど居酒屋だけはちゃんと行って、しかもなんか5時とか6時とかすごい早い時間からなんか先輩の話とか聞きながら、ね、飲んだりするような、なんかちょっと変な学校でした。ではここからですね、今ね明治通りを南下していきます、うん、私と同じように、うん、スーツケースゴロゴロしてる人多いね。私もスーツケースを運んで、もう新宿結構道ガタガタしてて歩くの大変でした。これあの立ち食いそばです。見たことあるみんな、富士そばって言います。もうなんか昔からある立ち食いっていうのはあの立ったままご飯食べるんですね。椅子に座らないタイプです。だからあの値段も安いしスピードも速いし、 あんまり若い女の人が入るようなイメージはなくて、あの私も富士そば実は何度も見てても一度も食べたことないです。ないな。ではちょっと待って、なるべく人が入らないようにしてこの感じでこうすればいいね。
道はね、靖国通りかな。さっきの道が靖国通りで、で今度の道が新宿通りです。今日は何度くらいかな、多分ね気温5度とかくらい、すっごく寒いとかではない。奈良に比べたら、奈良はもっと寒かったので、奈良に比べたらね、そんなに寒くない。この、あの、私の右手にあるのは、伊勢丹デパートです。よく、あの、なんか生徒に、先生、あの、どのデパートが好きですか？よく、いつもじゃないけど、なんか聞かれるときには、私の気に入りは、どっちかというと、高島屋よりは、こっちの伊勢丹ですね。なんかね、伊勢丹の方が、なんか、なんだろう、少しだけ若い人、ちょっとでもやっぱりなんか、なんていうか大人っぽいものが。でもあの見て、デパートのその建物がすごく古いクラシックですよね。こういうところもね、私あの日本のデパートの好きなの。でちなみに向かい側は、こちらは、これ、わかる？これ。読めるかなみんな。そうです、丸いデパートです。0101とかね、0101とかじゃない、丸いデパートと言います。ここ新宿通りこんな感じでね、向こうが今あの向こうに歩いていくんですけど、向こうに行くと新宿駅です。とりあえずみんな私と一緒に駅まで歩いてくれますか。朝はね、そんなに人も多くないし、歩いててもなんか観光客の人が多いって、ちょっと撮影しやすいです。なんか昼とか撮るとき、なんか、ちょっと地図上で話しましょうか。今ここで、新宿駅がここです。これが全部、ここら辺が全部駅も、なんかすごく大きい駅なので、なんとなくここ、感じで駅に向かおうと思います。今日はなんか今ちょっと話しながら考えてたんですけど、あの渋谷にできたなんかこう景色がすごく見える、なんか景色を見るの私大好きなので、あのスカイっていうなんか割と私が前に東京に来た時にはなかったビルで、あの屋上からの景色が綺麗ってよくみんなが言ってるので、そこに行って屋上の景色を、寒くなってきた。あの屋上の景色をあの見に行こうかな、とりあえず。でそれからちょっと考えます。だから何がいいかな、うん、朝ごはんもちょっと食べたいしね。うん、朝の新宿は静かですね。 あそこにあるちょっと寄っていきましょうか。遠くから指ささないで。私 あの大学生の時からずっと通い続けてるあの大好きな天ぷら屋さんがあるので、もうなんか何十回も来てますね。香港に引っ越ししてからもちょっと今回はちょっと天ぷらっていう雰囲気じゃなかったので、昨日も女友達とね2人で晩ご飯食べたんですけど、これ駅からすぐ近くなんですけど、この天ぷら屋さんはあの多分昔から新宿にある天ぷら屋さんだと思うんですけど、そんな超有名とかじゃないんだけど多分わからない。でもあのなんて言うんでしょうね、あのカウンターで一個一個ちゃんと揚げてくれて、なんかランチとかでもで値段もね確かに、ね、そんなに高くなかったと思います。大学生の私があの通うというと言い過ぎですけど、でも何かにつけてなんかデートとかなんかちょっと女友達と少し美味しいものを食べたい時とかよくここに、うん、一人で食べるときは天丼を食べて、友達とか彼と食べるときにはちょっとコースで昼からコースで食べたりとかしてましたね。新宿はもう大学がなんか他のビデオでもちょっと話したんですけど、私の大学この駅新宿駅じゃないんですけど、一応新宿区、新宿ディストリクト、新宿区にあって、まあ、歩こうと思ったら歩けるし、もうバスだとね本当に5分とか5分10分ぐらいかなのところだったので、
自転車でも、私自転車に乗ってたので東京にいた時、なんかあのよく 何かにつけて、なんかこうちょっと友達と会う時とか、ちょっと買い物するとかもよく来てました。家はねこの辺りじゃなくて芝公園っていうところだったんですよね。芝公園は、なんて言えばいい、割と東京タワーの駅のところですね。芝公園駅っていうのがあるんですけど、そっちの方に住んでて、乗り換えて30分ぐらいでした大体。でもあの運動が大好きなんで、もともとここすごい見て、香港だとありえない、見て見える、この人すごくないですか、スパイダーマンみたい。なんか香港だとこのやり方はないですよね。なんか普通なんか香港だと絶対にあのあれですよね、あのなんてワゴンみたいの乗ってますよね。この人なんかロープだけなんですよ。超プロフェッショナル、かっこいいんですけど、いいですね。コーンが倒れたから立てといてあげよう。もうすぐですか。では、そこが新宿駅の東口とね、ここ渡っちゃったらダメかな、地下道かな、地下道ですね。でここから駅に、ルミネ口ですね、ここね。ルミネ私好きです。なんかあの可愛い服とかが安く買えるので、特にね、例えばちょっと可愛いトップスとか、 なんか T シャツとかタンクトップとか、 なんかそういうのを買いたいときはよく来ますね。今回はちょっとっていうか全部しますね。あ、ちょっとそろそろマスクした方がいい。日本の人ね本当にちゃんとマスクしてるんです。マスクあのインドアではねしなきゃいけない。ここインドアになるちょっとマスクします。マスクしました。あの駅に来てすごい混んでるみたいなので、ちょっとこの辺これあの多分人なんか割とメインの出口なんですよ。だから自分だけを映すっていうのはこれで行ってみようかな。ちょっと難しいかもしれない。なのでちょっとここからはもうビデオ撮るのやめようかな。なんか日本で結構ねなんかこうあのあれなんです、あのプライバシーとかのね保護とかがすごくあのしっかりしてて、で、ね、香港とはちょっと違うんですよね。なのでちょっと人があんまり入んない方がいいと思う。では今から渋谷に行ってきます。みんな花園神社だけだったんですけど、見てくれてありがとうございました。今日も日本語の勉強頑張ってください。一緒にビデオで勉強しましょう。じゃあね、バイバイ。